9月24日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。門列1レース。予想上位は福の砂のバラ。目標タイムは1分 44.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列2レース。予想上位は金剛。目標タイムは1分 3.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列3レース。予想上位はチョコレートビスコ。目標タイムは1分 6.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列4レース。予想上位はマサノ太陽。目標タイムは1分 3.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列5レース。予想上位はスピナテイル。目標タイムは1分 43.2 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。門列6レース。予想上位はモーニングタンポポ。目標タイムは1分 2.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列7レース。予想上位は桜キングリー。目標タイムは1分 15.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列8レース。予想上位はサースビル。目標タイムは1分 51.6 秒です。荒れる傾向が強いです。門列9レース。予想上位ワルクスミッシェル。目標タイムは1分 2.1 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列10レース。予想上位はグローリアミノル。目標タイムは1分 56.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。門列11レース。予想上位はジャスパーメジャー。目標タイムは1分 13.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。門列12レース。予想上位はデステージョ。目標タイムは1分 13.6 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢1レース。予想上位はライジングサミット。目標タイムは1分 29.4 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢2レース。予想上位はコスモキルカス。目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢3レース。予想上位はファルコンビッグ。目標タイムは1分 28.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。水沢4レース。予想上位はリズ。目標タイムは1分 26.5 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢5レース。予想上位はエイシンキャノピー。目標タイムは1分 26.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢6レース。予想上位は月山と。目標タイムは1分 30.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢7レース。予想上位は三つ金エリーズ。目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢8レース。予想上位はサンエイビクター。目標タイムは0分 50.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢9レース。予想上位はアスカリー。目標タイムは0分 51.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢10レース。予想上位はノーブルレジェンド。目標タイムは1分 30.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢11レース。予想上位はプリンセスナイト。目標タイムは1分 29.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢12レース。予想上位はアンジェリカル。目標タイムは1分 43.1 秒です。
高確率で荒れるレースになりそうです。船橋1レース。予想上位はフェーバーラッシュ。目標タイムは1分 16.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。船橋2レース。予想上位はサティスファイア。目標タイムは1分 15.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。船橋3レース。予想上位はポッドグラス。目標タイムは1分 16.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋4レース。予想上位はキラン。目標タイムは1分 16.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋5レース。予想上位はフォーチュンバイオ。目標タイムは1分 15.5 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋6レース。予想上位はキングスレイヤー。目標タイムは1分 15.4 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋7レース。予想上位はハセのブライアン。目標タイムは1分 45.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。船橋8レース。予想上位はロンリープラネット。目標タイムは1分 15.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋9レース。予想上位はラティサワー。目標タイムは1分 36.3 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋10レース。予想上位はザイデルバスト。目標タイムは1分 13.9 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。船橋11レース。予想上位はオーマイグッネス。目標タイムは1分 46.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。船橋12レース。予想上位はルテリブル。目標タイムは1分 43.3 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。プラウドヒストリー。マナカノア。ファピオラ。コスモカピタン。ミトのダイヤモンド。ロイヤルメロディー。ジュライファースト。ネーベ、シャモ、ビジューメファ、ニットワーヤン、サラセブン、クーファーチャラ、ダイメイフジ、エバニスタ、ブリックロード、ホウオーサマンサ、ライジングサミット、マイネルヒッツエ、ミオノイナズマ、ファルコンビーク、ブラザーさん、サトのギフテッド、ユニベールアン、フラワーカンパニー、マーニク、キーナイス、コンポンダリア、アルビア、ブライティアグエナ、ティーズハンター、アンジェリカル、ベアビリープ、ストレート、アイブライト、サティスファイア、ちびっこモンスター、ロイヤルデバイサー、タケデンプリンセス、スコビル、サチのマーシー、コルティリオ、アヤサンメルシー、キングフリオーソ、ホルス、キングスレイヤー、ハーモニーイロワ、アトモスフィア、バルネージュ、ブルーミングヒル、ランドプラネット、ラブリアージェ、チェルカトローバ、ライトニングブルー、プレストレガシー、キャッスルブレイブ、ロマンスグレー、シャドウマッドネス、山陽ドンファン、トーケンシュン、メイクン、トールハンマー、アイタスキラー、エデュース、ジャスミンフリップ、スプリングレター、ゴールズピラミッド、サンネリネ、ザッツ、テナチュール、ジャンビ、グラウクス、オンラインボス、ヒロノ投了、フォルトゥーレ、クロガネ、サーフライド、イッピン、アルティマボス、帝王の夢。
ボルドーエクレア、デコピンドラゴン、カリプソ、ダイビングヘッド、ペルトラン、ノーサイド、ウィンリデルタ、ロンギングソード、イエッタ、パールホワイトイブ、フルーツパフェ、バシュラン、ケニルワース、ビューノメディナ、ラティサワー、マットネスカズ、コロンバージュ、サベージ、ナリノバニーユ、ガーベランクイーン、オータニズスマイル、南米行こう、オールイズトゥルー、マテラサンオー、ポットグラス、ライブキティ、服の砂のバラ、ペイシャグレイス、インディオッツ、ユイラン、ゴールデンスキーム、メアリースコード、プリティキャット、カレンヒロ、フォーチュンデイズ、アースハーン、クールギブス、シュルーズベリー、プリムローズダズル、純真可憐、ワンビ、桜キングリー、ヤマニンドナティ、ダバイカンティーク、ニシケンキング、テンアリオン、ウィリディタス、ヒデノスケ、トーケンアーサー、ダイメイゼット、トーセンジャック、ノーザンビグラス、バンカブルスター、ダイリーンウルフ、トラジロー、サクラルーフェン、ファームフレッシュ、セントサレディ、ナムラバンザイ、コラソン、イデリアンガール、サンエイビクター、ノーブルレジェンド、コンバットユラナス、アイビーダテン、ピックアンドロール、ヤマショーシャイン、ウィッチーシャーチ、フェルサイト、国戦プ、ハローキャンディ、ソロムコ、エドのテーラー、ブルーグリッター、ビギニングドリーム、乙女のワルツ、ゴールドモーション、レオボヌール、ビービーボ、エルロロ、グランデソレイユ、ハクサンセレーネ、一本道、フォーチュンバイオ、リバースイート、アッカーマン、タツノキングオー、ビスコンティ、五つ星、ノンリミタシオン、タイセイアンゲイン、ミツカネエリーズ、グレートアクター、デステージョ、ビービーグリッター、クルベリー、モーニングコスモス、エイシンカンナ、イッツオーケー、サースビル、スマートパナセア、ファインデイ、聖天体制、ティーズハクア、エルフェリーク、トップザスマイル、ルクスミッシェル、マリのロマンス、フミタツブラボー、テイシャラグリー、ブレッツァドリーム、カレンザグーケ、グローバリスト、クラウンクーロン、エメラルアポロン、サンドブエテル、グローリアミノル、ラインポーチラカ、エピタキシー、フェブサンカラ、アストロガイア、パシオン、ドリーミーガール、カマラードマリー、エスプレッシーボ、ドンチャオ、ラフォンターナ、コムダビチュード、エスケープライム、ファットドラゴン、ダンスケ、オーデンミカ、ミレニアムバイオ、タマメキキラルン、バリクパパン、クラファイン、クラジャンク、サマー太陽、ヒロスター、青い月、白いスズメ、ユーユープリズム、エパヌイ、ミハタタテナシ、キャンプファイヤー、ハワイアンジュエル、ミスケイト、プラズマ。門別第一レース、各馬、揃って。スタートを切りました。10番モーニングコスモスが早速先頭を取る。2番手は11番西のここ、7番ファピオラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ファピオラ、その後には10番モーニングコスモスと4番服の砂のバラが続きます。8番銀霊が追い上げてくる、先頭か。8番銀霊が1着見事。続くは7番、4番、9番か。門別第2レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。
先頭を走るは5番浅野、後を追うのは3番コンゴ、12番サマー太陽か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番浅野、その後には12番サマー太陽と3番コンゴが続きます。3番コンゴが追い上げてくる、追い抜くか。3番コンゴが1着見事、続くは5番、6番、12番か。門別第3レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは1番ラブマニック。1番ラブマニックの背後には7番ゴールデンスキーム、2番と研春か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ゴールデンスキーム。その後には1番ラブマニックと10番チョコレートビスコが続きます。12番ヒーローアマゾンが追い上げてくる、先頭か。12番ヒーローアマゾンが1着見事。続くは2番、11番、6。門別第4レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。5番ロイヤルメロディが早速先頭を取る。後を追うのは10番マサノ太陽、12番フォーチュンデイズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ロイヤルメロディ。その後には10番マサノ太陽と6番サウスビルステラが続きます。10番マサノ太陽が追い上げてくる、先頭か。10番マサノ太陽が1着見事。続くは6番、5番、7番は。門別第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。9番スピナテイルが早速先頭を取る。後を追うのは6番ネーベ、7番エデュースか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番スピナテイル。その後には4番ロードウィンザーと7番エデュースが続きます。11番グレートアクターが先頭に立つか、追い抜くか。11番グレートアクターがゴールイン。続くは9番、3番、4番か。門別第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。2番シュルーズベリーが早速先頭を取る。その後ろには6番テルカメ、9番モーニングタンポポか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番シュルーズベリー。その後には9番モーニングタンポポと6番テルカメが続きます。9番モーニングタンポポが後ろから追ってくる、先頭か。9番モーニングタンポポがゴールイン。続くは2番、1番、8番か。門別第7レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは3番ワンミ。2番手は5番ミジュメファ、7番桜キングリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ワンミ。その後には5番ミジュメファと7番桜キングリーが続きます。7番桜キングリーが先頭に立つか、先頭か。7番桜キングリーが1着見事。続くは3番、6番、5番か。門別第8レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは5番ダバイカンティーク。後を追うのは7番ボールズピラミッド、4番ヤマニンドナティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ダバイカンティーク。その後には7番ボールズピラミッドと8番サンネリネが続きます。10番サウスビルが後ろから追ってくる、先頭か。10番サウスビルがゴールイン。続くは8番、1番、5番か。門別第9レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは11番銀の荒波が先頭に立ちます。11番銀の荒波の背後には3番ルクスミッシェル、6番秀之助か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番銀の荒波。その後には3番ルクスミッシェルと6番秀之助が続きます。3番ルクスミッシェルが追い上げてくる、先頭か。3番ルクスミッシェルがゴールイン。続くは6番。門別第10レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは8番エピタキシ。2番手は10番グレイストーム、3番サンドオブエテルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番サンドオブエテル。その後には8番エピタキシーと10番グレイストームが続きます。2番ジャンウィが後ろから追ってくる、追い抜くか。2番ジャンウィがゴールイン。続くは4番、7番、10番か。門別第11レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番オスカーブレイン。後を追うのは8番クーファーチャラ、10番オンラインボスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番オスカーブレイン。その後には8番クーファーチャラと10番オンラインボスが続きます。6番ジャスパーメジャーが後ろから追ってくる、先頭か。
6番ジャスパーメジャーが1着見事。続くは3番、10番。門別第12レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。10番ブリックロードが前に行きます。2番手は3番トラジロ、11番デステージョか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ブリックロード、その後には3番トラジローと11番デステージョが続きます。11番デステージョが先頭に立つか、追い抜くか。11番デステージョがゴールイン。続くは10番、2番、7番か。水沢第1レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは7番ライジングサミットが好スタートを切った。並ぶように9番一品、2番ホーオクサマンサか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ライジングサミット。その後には6番スマイル旋風と2番ホーオクサマンサが続きます。7番ライジングサミットそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番ライジングサミットが1着見事。続くは6番、2番。水沢第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは6番コスモキルカス。並ぶように3番南米コ、8番シャイニーコンドルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番コスモキルカス。その後には2番フェブサンカラと3番南米コが続きます。6番コスモキルカスそのまま独走か。独走か。6番コスモキルカスがゴールイン。続くは1番、2番、9番か。水沢第3レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは3番アルティマボスが先頭に立ちます。後を追うのは4番ファルコンミーク、7番ラールブルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ファルコンミーク。その後には3番アルティマボスと7番ラールブルが続きます。4番ファルコンミークそのまま逃げ切れるか、独走か。4番ファルコンミークがゴールイン。続くは2番、3番、7番か。水沢第4レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは4番マジカルスパークルが先頭に立ちます。2番手は8番ガンバルスキャン、5番アストロガイアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ガンバルスキャン、その後には1番リズと3番噂のデコピンが続きます。1番リズが追い上げてくる、追い抜くか。1番リズがゴールイン。続くは8番、3番、2番か。水沢第5レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。1番エイシンキャノピーが前に行きます。その後ろには10番コラソン、8番デコピンドラゴンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エイシンキャノピー。その後には10番コラソンと8番デコピンドラゴンが続きます。1番エイシンキャノピーそのまま独走か、独走か。1番エイシンキャノピーがゴールイン。続くは6番、10番、8番か。水沢第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。1番ドリーミーガールが早速先頭を取る。並ぶように7番体制シップ、9番振り向かないでよか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番体制シップ。その後には6番厚木大和と5番里のギフテッドが続きます。7番体制シップそのまま独走か、独走か。7番体制シップが1着見事。続くは6番、5番、2番か。水沢第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。3番三つ金エリーズが前に行きます。その後ろには7番ユニベールアン、8番三畑立なしか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番三つ金エリーズ、その後には6番スラーバと5番ヤマニントゥルスイが続きます。3番三つ金エリーズそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番三つ金エリーズがゴールイン。続くは5番、4番、6番か。水沢第8レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。7番カマラードマリーが早速先頭を取る。並ぶように5番サンエイビクター、8番ラジベルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番カマラードマリー。その後には5番サンエイビクターと8番ラジベルが続きます。6番マベントリストが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番マベントリストが1着見事。続くは3番、5番、8番か。水沢第9レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番ベアエクセレント。後を追うのは6番アスカリ、8番ワイルビーゼアカ。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ベアエクセレント。その後には6番アスカリと2番ノーサイドが続きます。9番素敵な心が追い上げてくる、追い抜くか。9番素敵な心がゴールイン。続くは6番、1番、10番か。水沢第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。2番のブルレジェンドが早速先頭を取る。後を追うのは6番アイフィロス、4番ドンチャオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番のブルレジェンド。その後には6番アイフィロスと8番アルビアが続きます。2番のブルレジェンドそのまま独走か。独走か。2番のブルレジェンドがゴールイン。続くは8番、11番、5番か。水沢第11レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番マイビーイーダテン。2番手は1番レフトフィールダー、8番プリンセスナイトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番プリンセスナイト。その後には12番フェルサイトと5番ブライティアブエナが続きます。8番プリンセスナイトそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番プリンセスナイトが1着見事。続くは12番、5番、6番。水沢第12レース、各馬、揃って。スタートが切られました。1番ミツカネムーンが早速先頭を取る。その後ろには6番アンジェリカル、8番ベアビリームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アンジェリカル。その後には1番ミツカネムーンと3番ウィニングライブが続きます。5番ハローキャンディが先頭に立つか、追い抜くか。5番ハローキャンディが1着見事。続くは7番、3番、6番か。船橋第1レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは2番エドのテイラーが好スタートを切った。2番手は9番乙女のワルツ、5番ブルーグリッターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ロイヤルヨット、その後には9番乙女のワルツと6番ビギニングドリームが続きます。8番フェイバーラッシュが追い上げてくる、追い抜くか。8番フェイバーラッシュがゴールイン。続くは7番、4番、1番か。船橋第2レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは5番サティスファイア。5番サティスファイアの背後には2番バシュラン、7番モラーレか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サティスファイア。その後には7番モラーレと2番バシュランが続きます。5番サティスファイアそのまま独走か、逃げ切れるか。5番サティスファイアが1着見事。続くは8番、3番、7番か。船橋第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは4番ポットグラスが好スタートを切った。並ぶように11番フィフティズ、3番ロイヤルデバイサーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ポットグラス。その後には11番フィフティズと8番大聖タリスマンが続きます。5番ケニルワースが追い上げてくる、先頭か。5番ケニルワースがゴールイン。続くは4番、8番、9番か。船橋第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは4番タケデンプリンセス。並ぶように8番エスケープライム、9番コルティリオか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番コルティリオ。その後には8番エスケープライムと4番タケデンプリンセスが続きます。3番キランが追い上げてくる、追い抜くか。3番キランが1着見事。続くは2番、9番、10番か。船橋第5レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番ハクサンセレーネ。5番ハクサンセレーネの背後には12番フォーチュンバイオ、6番ファットドラゴンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ハクサンセレーネ。その後には12番フォーチュンバイオと6番ファットドラゴンが続きます。12番フォーチュンバイオそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。12番フォーチュンバイオがゴールイン。続くは8番。船橋第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは9番ホルスが好スタートを切った。2番手は1番マヤサンメルシ、12番シカゴフォンテンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ホルス。その後には1番マヤサンメルシーと10番キングスレイヤーが続きます。10番キングスレイヤーが追い上げてくる、先頭か。10番キングスレイヤーが1着見事。続くは8番、6番、11番か。
船橋第7レース各馬ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは4番ガバナビリティ。4番ガバナビリティの背後には3番アッカーマン、5番パレンケか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ガバナビリティ。その後には3番アッカーマンと7番タツノキングオーが続きます。8番ハセのブライアンが後ろから追ってくる。先頭か。8番ハセのブライアンが1着見事。続くは3番、4番。船橋第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは9番ロンリープラネット。その後ろには6番ハーモニーロア、12番ミューのメディナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ロンリープラネット。その後には6番ハーモニーロアと12番ミューのメディナが続きます。9番ロンリープラネットそのまま独走か、逃げ切れるか。9番ロンリープラネットが1着見事。続くは11番、6番、4番。船橋第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは1番ラチサワーが先頭に立ちます。並ぶように12番シャランガーナ、10番ゼアシュネルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ラチサワー。その後には10番ゼアシュネルと12番シャランガーナが続きます。1番ラチサワーそのまま独走か、逃げ切れるか。1番ラチサワーが1着見事。続くは10番、12番、8番か。船橋第10レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。先頭を走るは7番デュアルテイルズ。7番デュアルテイルズの背後には11番ライトニングブルー、12番プレストレらしいか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番デュアルテイルズ。その後には11番ライトニングブルーと12番プレストレらしいが続きます。6番ザイデルバストが先頭に立つか、先頭か。6番ザイデルバストが1着見事。続くは7番、船橋第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは8番フレンドスイープ。8番フレンドスイープの背後には7番オーマイグネス、9番ティーズハクアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フレンドスイープ。その後には6番ノットリグレットと9番ティーズハクアが続きます。10番サベージが後ろから追ってくる、追い抜くか。10番サベージが1着見事。続くは7番、6番。船橋第12レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。8番ルテリブルが前に行きます。その後ろには6番クラジャンク、7番ガーベランクイインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ルテリブル。その後には7番ガーベランクイインと6番クラジャンクが続きます。8番ルテリブルそのまま独走か、逃げ切れるか。8番ルテリブルが1着見事。続くは2番、7番、4番か。